あ、6対4。すげえな。今ここにマイク握ってる人も試合やってる人も全員ひらがなっす。全然どうでもいいんですけど、なんか知能指数低い。知能指数ファミコンみたいな。幼稚園配信解説が読めない。読めないっつって全部ひらがな。おお、壊し一回スカって、コワコワテクイような、なんというか投げて全部ブロっていく。あ、最大最大須藤さん、おー、うますぎる。なんだそれ、なんだそれ、リーチリーチ、あはー、わー、壊し、ソロさん、これがサードストライク。いや、必殺技さんは回復がしづらい。全部読めてやる。いや、ヒーロー、ゴーフォーイ。さあ、まくりましたね、あの劣勢から。さあ、シャガグラ取っていく。ヤンのシャガグラ強いですからね、EX トローダンつなげられるんで。そうですね、リターンもあるという、非常に優秀ですが、やっぱりブロられたら脆いですね。まあ、そこはもうキャラの性質っていうかね、しょうがないところがあるんですね。そういうキャラです。できた、つながりました。さあ、できるようになりました。試合中に練習をする男。やったね、刺激。おお、リープガードかかと。まあ引き投げかな、かかと投げるのか。ああ、そうですね、きっと。うん、なるほど。さすがの刺激さんもね、はい、そんななんかゴミみたいなミスはしないと思うんで、多分。まあ移動投げが化けてしまったという。そうですね。ですね。あ、ヤンの宿命、EX ソロズが出ない。あれはもうしょうがないです。ダイパン上投げていく。あ、ノーキャン陣内からゲージは使ってしまったが、これは行くしかない。あー、かくっているのか。あー、フェイント、フェイントは厳しい。7対4。さあ、ちょっと刺激は盛り返したと見せる。